ウーパーソーとスーチーピンとサンマンっていう5種類になるんですよ。5対8はもう許されないです。次ね、なんかね、手配良すぎて、ちょっと4巡目ぐらいからグンドパニクってんなと思ってたんだよね。なんか4巡目リャンピン違うのでは説。合ってる。じゃあなんだ、リャンピン切んなかったらチーピン切んの？チーピン。いや、それはそれでありだし、リャンピンはリャンピンでありだよ。チーピンはやっぱりロスがある。リャンピン切った後にスーピン引いたら選べるもん、リャン面を。だからこれはリャンピンが正解。はい。で、間違えたのは5巡目です。ここでマンズーの数万を打たずにチーピンを切れば合格ですね。頭なくなるって思っちゃう。だけど受け入れはやっぱ考えた方がいいです。種類チーピンを切っとけばマンズーの2345とソーズの5678の受け入れ8種類になるんですよ。短期待ちになっちゃうことも含めれば。で、受け入れ8種類ってもう確率が許さなくて、ここで数万打っちゃうと受け入れはウーパーソーとスーチーピンと3万っていう5種類になるんですよ。5対8はもう許されないっす。はい。で、どうせ嫌うんならいいっすか、ローソーチーソー嫌ってほしいの。ほう。それはルイスが本一やってるから、ソーズの。あー、なるほど。それだったらまだ100歩譲って理解できるの。リャンウーマンがマシだからっていう、うんうん、あるいは例えばウーピンローピン切っちゃうとかね、ここで。はいはい。あー、で、頭をもうそこにガツッとガツッと決めて両面両面にする。それだと4種類の受け入れで全部両面テンパになるから、あ、それならまだ少しは分かるんだけど、基本はこの時点で想像に怯えてて、はい、なんかもう想像出すの怖い。あー、考えすぎ考えすぎ考えすぎ。自敗も余ってないのに。そんなことない、ないない。はい。軍道だって初ポンしただけで本一の満眼テンパイするなんて1日に1回もないよ。結構あるの。怯えすぎ。はい。マジで怯えすぎ。はい。はい。で？あ、そうでね。うん、この7巡目で、まあ結局そのチーピンが切れなかったんだけど、はいはいはい、9番を入れた時に、はい、9番を一旦入れちゃったんだけど、うん、でも6球は全然ないと思って。1、2、3、4、5、5枚だね。なんか入れちゃっていいよ。もう切っとくべきだって。いや、3万より、ま、別に3万なんかどうでもいいんで。はい。ここでは入れていいっすよ。はい、数万切っちゃったんだら入れていいっす。はい。はい。これ良かったな、チーソーヒ。最高だったよ。あ、これさ、でも枚数少ないんだよ、これ。いいんだよ。親のリーチは正義だから。マジで枚数少なかったけど、1、2、3、4、5枚見えてて、残り3枚だけど、はい、リーチが大正解です。はい。はい。あ、あのね、聞いて。私、オフライン保存してずっと見てる、あの、動画があるのよ。うん。私もうほんと YouTube プレミアムに入ってるからオフライン保存できるのね。うんうん。何見てると思う？うん。なんで知らねえ。なんで？あの、ヒサトに地方を上がられて親かも。お前ほんとぶってますかんな。お前ほんと、お前ほんと今すぐ来いよ。おい東京。ぶってますかんな、お前ほんと。あの、高原の。うーってかめっちゃいい、ね、お前ほんと出てこい東京。お前ぶっ飛ばすかんな、お前その田舎から出てこいよ。おいお前あれほんといい動画。うるせえ、ウーバーイーツも届かない田舎から出てこいよ今。URL 見る大丈夫。ぶっ飛ばすぞお前ほんとにあれ。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。